どうもこんにちは、おっさんゲームズです。スーパーマリオメーカー2ストーリーモード続きやっていきたいと思います。はい、11番シーソーを傾けていきます。でここなんですけれども、まあシーソーの傾きを利用してコインをいっぱい取ってやるといったコースですね。でここ、キノコが出てくるんですよね。であんま傾きとか気にせず右側にいりゃ取れます。でここはノコノコを使ってフラーをいっぱい倒してやるとちょっと気持ちがいいと。でここは右側に傾けておいて左側からこう行くと。でここ壁キックですね。で1アップキノコゲット、コイン取る、コイン取ると。でここはあまり何も気にせず簡単にフラワーを避けて進むことができるかと思いますね。でここ、ドッスンが落ちてきますので、このこれを利用すると。落とせ、よっしゃ。ごめんなさい、うまく乗れない時もあると。はい、これで乗れた。でここ土管に入ってあげると。でここ最大の難所ですね。ノコノコさんが結構右側に来た時に踏んで転がしてやる。踏む、転がす、どうだ、取れたとなります。で先に進みますね。はい、中間を通ってキノコゲットして、でここはこう投げてあれば倒せると。で、10コインについては下を押してこんなふうにねドスンといけばいいと。でここも、左側をドスンとしてやればこんなふうになりますね。で、ここ当たらないようにこんな状態からジャンプした方がいいと思いますね。上のフラワーに当たっちゃいますんでね。ほ、オッケー。でここも、左側でドスンで上に乗せてあげて進んであげる。でこれ、右側がちょっと高くなってからこんな感じで、はい、ゴールです。12番潜ってびっくり逆さマリオ、行ってみたいと思います。ここはですね、結構僕不得意ですね。三半規管が弱い人は結構やら、きついと思いますね。こちらでここ土管に入ります。そうすると、まあ、上下逆になりますね。でここでキノコが取れますね。これで待っておいてください。でこれ見てる人も気持ち悪くなる人がいるかもしれないんですけれど、気持ち悪くなったらですね、もう我慢することなく動画の視聴をやめてくださいね。でここも難しいんですよ。ほっ、取れた。で右側に一旦行ってください。でここで入る。そうすると上下が戻ります。左側に戻ってください。でこうやってこのハテナブロックを取るとフラワーがゲットできますね。でファイヤーマリオであればこのパックンフラワーを倒すことができて10コインゲットですね。トンチが効いてますね。ここもフラワーで倒し、フラワーじゃない、ファイヤーで倒し、ここ気をつけてください、落ちてきますんで。でここ土管に入ってください。で左側に行くと1アップキノコはゲットできます。はい。でここなんか何気に難しいんですけど、これでこっちが行きます。でこのね一本角のやつをかわすのも結構難しい。ほ、オッケー。でコインをゲットする。これ多いんですよ。ほ、でこっち側のシーソーゾーンに行って、これで30コイン、ゲットですね。で最もここで難しいのはこのドアに入ることですね。こいつに頑張って入りたい。ほ、あすみません、これ、編集でカットすると思いますね。いくぜ。ほ、入れた。はい、こうすることによってこの隠し1アップキノコがゲットできると。でここ戻ります。はい、そうするとここに出て、ゴールできるんですよね。でこれ何かと、これは何かというふうに、なんか分からなくなるじゃないですか。まあ違う、気になるじゃないですか。これはですね、こちら側からこう入ってやれば、まあ、出てくるところとなっております。ではゴールします。13番敵か味方かカロンの甲羅、行ってみたいと思います。チャレンジ、敵か味方かっていう風なねタイトルだと大体味方の場合が多いと思います。ですいません、左下のパーツボタン気にしないでください。結構やられちゃいました。でここ切れます、カロンの甲羅がね。でマグマの上をこういう風にね浮くことができると。
こうキノコゲットできると。で、これ一回でも当たっちゃうとですね、クリアが極端に困難になりますので、気をつけて進んでください。落ちれます。10コインゲット。で、進みたい、進みたい、進みたい。待つ。OK。で、ここ、戻るように、進んでやると、コインがゲットしやすいんです。で、ここを、と、進んであげて、コインゲットして、ここマグマが噴き出してきてますね。大丈夫。上のブロックのところが、まあ、マグマが噴き出す場所の目印となってますのでね。目印に進んであげてください。青い鳥という小説知ってますか？あれでですね、私は世界で一番不幸になっていますんで、それを目印に私を探してっていう名言があるんですよね。かっこいいですよね。まあ、僕はそれを目印に探してほしくないですけどね。うん、世界で一番不幸にはなりたくないな。さて、ここはカロンを踏んでやってコインをゲットで、ここ下に行きますね。こう無理せずにね、待ちましょうね。人生長いですよね。何度だってチャンスあると思います。まあ、制限時間も長いですしね。ここ、土管に入りましょう。で、ここ10コインゲットできます。ゲットしましょうね。で、ゲット。で、下のコインもできるだけゲットしましょう。で、ゲットしきったところで戻ります。はい、土管に入る。で、右側行って、まあ、クッパさんいらっしゃるんですけれども、下方向に行ってあげれば簡単にクリアできますと。はい、クリアです。14番、飛び上がれ竜巻砂漠、やっていきたいと思います。いきます。ここはむずいっすね。もうこういう風にね、竜巻が起きるんで、こいつに乗っていくという形になりますね。最初の難所ですね、ここが。このクリボーで1アップを目指すというね。ほ、うまくいったら、拍手でお願いします。あ、いきそう。いった、ありがとうございます。いや、行かないと思ってた。で、ここも、コインを大量ゲットという形になりますね。これはちょっと気持ちいい。で、ここ、ここも難しい。4で、さらに、4で。いけるか !OK、取れればいいや。ごめんなさいね。で、ここ、左側のコインをゲットするというふうな形になります、ね。ちょっと待って。よいしょ。基地の全部取らないとですね、なんかバットボタンがつきそうでしてね、なんで取らないんだよというふうにね、おっしゃる方がいらっしゃるのでですね、YouTube 界は怖いです。さあ、右側に行って、ここで実は隠しの1アップキノコがあると。で、ここで中間をくぐると。で、ここでキノコがあるんでゲットしておきましょうか。で、さらにここに1アップキノコがありますんでゲット。で、次の段階、この10コイン、ここの10コインですね、こいつですね。こいつを、ほっという形で取ると。で、ここはですね、待っておくと。うまく竜巻をかわし、ここでコインゲット。で、右側に行きます。で、ここも難しい。こう、うまく乗って、先に進む。はい、最大の難が来ましたね。いけるか。行きましたね。はい、あとはゴールするだけですと。はい、というわけで、見事ゴールできましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。